彼はもう人ではない。世界から恐れられるモンスター。面を上げよう。私がチェリー国王だ。今回の動画は何かしらちょっと報告しようかなと思うことがあって動画にできてなかったんで、ちょっとまとめてやっていきます。まず1個目が、国王のサブチャンネルがあるんですけど、これ報告というか宣伝ですわ。サブチャンネルがね、まあ、どっか画像を出しておきます、ありますんで、それをよろしかったらチャンネル登録お願いしますっていうことですわ。まあ、主に最近趣味で始めた熱帯魚を飼ってる、まあ、いわゆるアクアリウム言うんですけど、それをね始めたんで、その動画を出したり、たまにおつまみ作る動画とかも出したり、まあ、なんせ何を出すかっていうのははっきり決まってないんですけど、趣味やらなんかどうでもいいこととかをメインであげられることとかやっていこうかなとは思ってます。2つ目が生放送に関してなんですけど、これはねもうしゃあない事態です。まあいろいろね、生放送前とか見てくれてる人やったらなんとなく事情は察してくれると思います。まあほんまにとんでもない大変なことになってて、で、一応19時から22時で毎週金曜ぐらい、まあ木金土のどれかなんですけど、主に金曜日やと思いますわ。それでメンバー限定の生放送をやらせてもらってる状態ですかね。まあいろいろとね、今後また生放送の時間帯とかもね変えれたらいいかなとかちょっと考えてはいるんですけど、まあ、すぐにはちょっと実行できひんということで、とりあえず19時22時の間で、まあ、当面の間、メンバー限定の生放送になっちゃうかなって感じですかね。まあもしね毎週毎週見てくれるいう方がいたら、メンバーシップ概要欄に多分貼ってると思いますんでね、そちらの方もうどのランクでもいけますんで、一番安いのでもいけますんで、月4回から5回ぐらいやるんですかね、ねっとり登録して見ていただけたらいいかなと思います。ほんで3つ目が、国王になんとしもべができました。まあしもべって何やって思うかもしれないですけど、まあ、世間一般でいうマネージャーみたいなもんですわ。まあ、このチャンネルではねしもべって言わせてもらいます。じゃあ早速しもべに出てきてもらいます。どうぞ。はじめまして、チョコです。なんかどっかで見たことある方もおるかもしれませんね。もしかして、家主さんですか。もしかして、はい、今日の家主の、お名前、もう一回噛み合わんねおい。もう一度よろしいでしょうか。チョコさん、541の法則ガッチガチで使ってね、フィギュア10回中15体ぐらい引き抜いてるんでね。共存フィギュアのレムラムを持ってる部屋紹介のね、方でございますわ。なんと今回、まあ、しもべになってくれたっていう形ですわね。まあ、これからね、一緒にどこのチャンネル盛り上げていきたいなと思って。おいおいおい、まあ一応でも言うても、これはしっかりやってますよ。これはしっかりやってますよ。これはしっかりやってますよ。まあ、とりあえず盛り上げてくれるいうことでね、お願いしますよ、ほんま。とりあえず1万人までね。ね、もうあと数百人、400人とかぐらいかな。1万人に向けて一緒に頑張っていきましょうか。そうですね。ね、まあそういうことで、チョコちゃんが今後まあ動画に頻繁に出るかどうかは分かんないですけど、たまに出たり、あとカメラマンとか撮影の補助とかね、まあ、やってもらう裏方が多いかもしれんわね。まあ俺もねちょっとやっぱ一人じゃ限界を感じてる部分があったん でまあ俺も頼み込みましたよ。彼もねほんま忙しい野郎にね来てくれるからさ、もう申し訳ないなと思いながら、まあまあ今後手伝ってもらうっていう形でやっていきましょうか。やりましょうか。はい、まあそんな感じで広告は終わりなんですけど、最後にねちょっと、まあ、1万人に向けてがっつりこうエンジンかけるあるものを用意してますんでね、ちょっとそれ見てもらいましょうか。なんとねこちらの5等分のフィギュアのセット、まあ、プレゼント企画ですよね、がっちり。でこっちにもね段ボールかなりでかいですよ、これ140サイズの中にどっさりねまだまだ入ってますんで、まあ、ちょっとね1万人行きたいっていう意味を込めてねやっていきますんで、ほんでねちょっとその
なの抽選方法みたいなのがまあちょっとねあのこの動画撮ってる段階では決まってないんですけど、はっきりは、まあ、とりあえず国王のツイッターではなく別のツイッターを作りますんで、そこで多分やると思います。その抽選方法とかなんかいろいろツイートをしてやると思います、うん、で、もうこの動画が出る時にはツイッターのアカウントを概要欄に貼ってますんで、まあ、まだその時は開始してないと思いますけど、がっちりフォローしてね、この五等分のフィギュアなり、まあ五等分が主に多いですけど、まあ、他のキャラクターとかもありますんで、ゲットするためにねフォローやら何なりしてくださいちゅう形ですかね。はい、そうですね、うん、まあほんならね広告いろいろしましたけど、これからもがっつり1万人向かってね突っ走っていくんで、よろしくお願いします。お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。